皆さんこんにちは、駒北です。そしてこちらはですね、小田急線の成城学園前駅でございます。小田急線の終点って新宿だと思うんですけれども、今ホームを出ていく列車共同行きとなっております。ちょっとおかしいですよね。別の撮影で小田急線にやってきていたんですけれども、今信号機故障かなんかで新宿と共同の間結構長い距離がね、運転見合わせとなっております。小田急線公式アプリで列車の位置情報を見るとこんな感じになっていました。ということで今回は緊急なんですけれども、ダイヤ乱れをしている路線がどのような感じでダイヤを回復させていくのかというところに注目して見ていきたいと思います。たった今アナウンスがありまして、全線運転再開したようです。ここからどのようにしてですね、小田急線は通常のダイヤに戻していくのか、こちらについて一緒に見ていきましょう。本来であれば駅の自動放送では種別と行き先まで案内するはずなんですけれども、ダイヤが乱れた時には何番ホームに電車が参りますとのみアナウンスされます。まずは駅の放送をこのようなものに切り替えることによって、列車の種別や行き先を変えやすいようにしているのです。こちら列車が入ってきました。下り方面本厚木行きでございます。ちょうどさっきまで新宿と共同の間が運転見合わせをしていたのにもかかわらず、この列車はですね、1分の遅れをもってここの駅に到着しました。さっきまで運転見合わせしていたのに、なんで1分の遅れで来れるんだよと逆に不思議になってきますが、これには理屈があります。ヤフー乗り換えアプリでですね、この列車について検索をするとこのような感じで出てきました。8両編成で運転される予定だったみたいなんですけれども、あちらの各駅停車10両編成でございました。これは共同駅で折り返し運転をしていたことに伴う運用の変化の結果だと思います。あの列車はおそらく新宿に向かっていた何らかの優等列車に充当されていたんだと思いますが、運転見合わせ、折り返し運転の発生により共同が実質的な始発駅になってしまったことで、共同から下りの各駅停車を出発させる必要が生じた。そこでちょうど新宿方面に向かっていたあの車両を下りの各駅として送り出したんだと思います。このように列車の運用を変化させてまで運転を継続している区間で時間通りの運転を続けることは、後々全線で通常ダイヤに戻すときに重要になってくるのです。お次はここ小田急の始発駅、新宿駅に移動してきました。ちょうど今やってきた列車はですね、急行から下駅14時32分定刻の発車の予定でございます。ですが今はね、この列車が入ってきたのが14時の17分ぐらいなんで、15分ぐらいこの列車はここに止めておくつもりのようです。逆に僕がここまで乗ってきた列車はですね、たった5分の折り返し時間で新宿駅を離れていくようです。僕がここまで乗ってきた急行は新宿駅で快速急行小田原行きとなって定刻で出発していきます。新宿駅に到着した時はだいたい3分ぐらい遅れていたんですけれども、折り返しの時間を短縮することによってここからは定刻の運用に入っていくということになるのです。この終着駅始発駅での折り返し時間の短縮や延長はですね、ダイヤ乱れを通常ダイヤに戻していく際の重要な一つのやり方になってきます。2番ホームから特急ロマンスカーが出てきます。ただし営業列車ではなく回送列車です。さっきのロマンスカーが回送で出ていた理由はですね、小田急は基本的にダイヤが乱れると特急ロマンスカーとそれから千代田線直通の2つを運休にします。それはなぜかというと、まずは通勤列車の遅れの回復を最優先にするということ、それから千代田線直通の列車を止める理由は千代田線とそれからその先の常磐観光線にまで小田急線の遅れを引っ張らせないためです。今度は快速急行が6分の遅れをもって新宿駅に入ってきました。この快速急行藤沢行きは14時30分の出発の予定でした。しかし現在の時刻はもうすでに14時30分、14時30分に出なければいけない列車が14時30分にやってきたのです。そしてこちらの急行から木田駅はこの快速急行藤沢駅の後に出発することになっているので、こちらの出発も遅れることになりそう。発車時間がございますが、折り返し運転の準備を行っております。快速急行発車までしばらくお待ちください。信じられないスピードで折り返しの作業が進みまして、この列車が新宿駅に到着してからたったの2分で再び下り列車として走っていきます。このように折り返しの時間をめちゃくちゃに短縮することによってですね、この列車は新宿駅に来た時には7分の遅れを持っていたんですが、
今たったの2分の遅れで新宿駅を出発していきました。この列車もさっきの快速急行が出てすぐに新宿駅を出たので、遅れはだいたい3分ぐらいにとどまっています。ここから始まるのが遅れ回復運転というものです。幸い小田急は次の代々木上原からすぐに福福線になります。ということは僕の乗っているこの急行のような優等列車は前の各駅に邪魔をされることなくスイスイ走れるようになるということになるわけです。ここから先の福福線区間ではおそらくこの急行はいつもに増してスピードを出して走っていくことでしょう。特に小田急では先ほども言った通りあのような各駅停車に邪魔をされることなく優等列車が走れるので、ダイヤ乱れが発生した時はガン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 福福線区間で優等列車を突っ走らせてスピードを出させてですね、どん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 遅れている時間を短くしていくというやり方を取るわけです。このようなやり方を通してですね、もう新宿駅からやってくる列車に遅れは発生しないようになりました。あと残っているのは千代田線からの直通列車です。小田急は日中毎時3本の急行を千代田線から直通させています。しかしそれらは全てダイヤが乱れた時は中止になってしまい、今回もまだ運転が再開されていないままです。実際今僕の目の前にいる列車はもともと小田急線に直通する急行の予定でした。ですがご覧の通り代々木上原止まりの各駅停車となって、今客を全員降ろしてですね、奥の留置線に引き上げていくところです。今こんな感じで奥に千代田線の車両、そしてこっちにも千代田線の車両、さらに留置線に1本の千代田線の車両が降ります。もともと小田急に入っていく予定だった千代田線の車両を留置線に入れなければならないことになってしまっているので、千代田線の方も頑張って折り返しの作業を行っております。このように直通している他の路線でもその路線内では時間通りの運転がなされるように努力することで、直通先の路線のダイヤ乱れが収束した時にスムーズに直通列車を送り出せるようにしているのです。実際運転再開から3時間後にはすでに直通列車の運転が再開されていました。ちなみにさっき僕がここで見送った急行やそれから新宿で見送った快速急行は今はこの通り遅れが1分に短縮されています。さっき話した遅れ回復運転がしっかりと功を奏していますね。というわけで小田急の公式アプリを再び見るとですね、もう遅れはほとんど解消されたようです。緊急で動画を撮ったのであまり詳しい内容にすることができませんでしたが、それでも楽しんでいただけたなら幸いです。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。